なみさん、どうも、今日は二本立てでございます。今回はですね、だいたい動画1個に1つのテーマを盛り込んで、短い動画をたくさん出していたんですけども、まあ、雑談としてですね、テーマ入り混じってお話ししようかと思います。まず、1つ目なんですけども、あの、私のね、SNS にね、非常に面白い書き込みがずっとあって、それは何かっていうと、まあ、ある、まあ、インフルエンサーさんの,そのセミナーに、ものすごい頻度で参加してるんですよ。 ので、4年ほど前から、今回もものすごいやばい話が来た。今回はもう聞かないと損の儲かる話が聞けたとかね。もう何回も何回もあげてるんですよ。なのに、ずっとですね、まあ言ってみれば、非正規で働いてらっしゃって、で、少ない手取りをですね、セミナーの代金購入したり、それからいろんなツールを買ったりとかして、そのたんびに儲かった、すごい、やばい、ですからね、いろんなことをものすごく 意気を々と書いてくださってるんですけども、この3年4年、お金が儲かってないんですよ、ずっと。でも、そういった儲かる系のセミナーにずーっと行ってですね、まあ同じ人なんですよ。同じ人のセミナーにずーっと行って、楽しい日々を暮らしてるんですよね。さて、こういう人がね、ファンとしてずっとインフルエンサーさんについてきてくれるのは非常にありがたいことなんですけども、逆にこの発信っていうのは、いつまで経っても儲かないね、この人っていう感じで、 そのコミュニティ全体のですね信用を落としてるんじゃないかなと思うんですよですから私が思うのはいや本当にいい情報とかを扱えているならねすでにもうセミナーには参加してないよとセミナーを開く側にさすがになってないとねってことなんですよで3年も4年もずっとセミナーの客席に座ってる立場でそれはお金出ていくばっかりだよねってことなんですよで結局 その有力な情報かなんか分からないですけども、いい情報にお金を払い続けて自分は儲かってないっていうね。なんか、すごく美味しい人になっちゃってるなと思うんですよね。いや、これが飲食店だったらいいんですよ。もう私も大好きなうどん屋とかあるわけですよ。そのうどん屋に足しげく通ってね、週1とか週2で行くわけですよ。で、うどん屋さんのご主人と、うおうみたいな感じになるんですよ。で、所詮うどんなんて1000円もしないものじゃないですか。だから週に一度二度通ったってね。 最近の電気代とかには投稿を呼ばないわけです,よですんでまあいいかなってところなんですけどねそれからまあ2つ目のテーマなんですけどもなんか昨日福岡でねある不審者情報が舞い上がってきたんですよそのレポートを読んだところ小学生の男の子数名にですね雨が降ってるのか声をかけてきた小太りの中年男性がいいたらしいんですよ声のかき方っていうのがね「雨が降ったら濡れるからこの傘を使いなさい」 っていう風に親切に言ってくださったんですよこれが不審者情報として福岡県警に上がってきてるんですよ一体どういう世の中なんですかね親切すら不審なんですかねこれじゃ見て見ぬふりをしちゃいますよねよく昔いた近所のガミガミおじさんが最近はいないよねって言いますけどもだってガミガミしたら逆にねその親切ってのが 暴力行行為為ととかか迷惑行為とかなるわけでしょで片っぽでは公園で子供たちがうるさいって言うからね怒鳴り込んでいったらなんか公園を廃止しましょうみたいな感じになって廃止になっちゃったところもあるわけですからね。全くねこの人間の心の触れ合いわびさびというねまあ何とも割り切れないものですけどもこういった感情論ってのは排除すべきなんですかね。一体どううなっっちゃったんでしょうか、うんはい まあそしてね3点目なんですけども私のファンの方でね鳥居真知子さんって方がいらっしゃいましたいらっしゃいましたという言葉になったのは数年前から病床でステージ4のがんを患いながら私の動画をいつも楽しみにしてくださったんですよね多くの私の視聴者さんもその鳥居真知子さんこの方 YouTube チャンネルもやってらっしゃるんですけども 名古屋にずっっっといらっしゃって途中私の大和くんがね生ままれたたことも喜んでくださいましたそしていつか大和君をお引き合わせにと思って「名古屋に行くからね」と「頑張っていこうね」っていうふうに励まし続けたわけなんですが、えー、昨晩永眠されたと私のところにね視聴者さんの方から連絡が入りました。 一度も会ったことがない方なんですけども、それだけになんかやり残したことがね、随分あったなと思うのと同時に、このインターネットの嘘の多い世界の中で、私は本当にね、インターネットで知り合った人に守られて励まされてきたかなと思いますね。今はなんとも寂しいばかりで、その方との 関わりはもうこれからね増えていかないわけですけども不思議なことにねお亡くなりになった人と生きてる間以上に何かね会話が増えたような気がするんですよ。ナミさんそんなことってないですかね今日はだから本当はねものすごく寂しい思いをしてるんですよね。まあ、人には 命っていう期限がありますから、不老不死ではいられません。でもやっぱり、もう新しい声が聞けないんだなと思うと、とっても寂しいですね。とっても寂しいから、まだ生きてるうちに生きてる人にできることをやっていきたいなと思います。私のできることはこうやって放送を続けること、人を稼がせるたびに有益な情報を 提供していくこと。そのためのサポートを徹底的に無期限でやってることだと思います。考えてみたら全ての人が私はインターネットを通じて今ね、人間関係を作ってくれてるんですよ。テクノロジーのおかげで普段できないことは知り合えないこと、わからない感動とかにね、出会ってます。今日はなんか不審者情報みたいなこともお話ししましたけども、最初に鳥居町子さんに コメントを書き込んでいただいた時もああ今回はちょっと見慣れない方からのメッセージだなと思ったんですよねそっかじに入塾したいわけでもないでも私の動画にはコメントをくださる数年前の動画すら見てくださってコメントをくださるまるで今日生きていられることに全てに感謝してるかのようなその鳥リーマチさんのコメントに私も随分 教えられて励まされたような気がするんですよね。鳥居町子さんね。もうかなりのご高齢だったと思います。苦しい闘病生活、ここでもそれから解放されて、これからはね、多くの人の心の中に生き続けるんだろうなと思いますね。私の心の中にもその鳥居町子さんが、今日から新しい形で、 生きていくんだなとと思うと私にできることは喪に服する時に動画の更新をやめることではなくてもっともっと一人でも多くの方を励ませるようにね動画を続けていくことだなと思いましたで続けても許されるからならねそんな人格を身につけていきたいなとこれからも思うわけです。 はい、えー、じゃあね今回はちょっと最後は鳥居町子さんへの鎮魂でですね動画の方を終えたいと思います鳥居町子さんありがとうございましたどうか安らかにこれからも見守ってくださいじゃあみさんお疲れ様ですありがとうございました